とたくさんの中学校時代の友達に会い、全員に同窓会の話を振って外堀を埋めるが、直接幹事には言わずに次の同窓会で招待状が届いたら爽やかに参加。まあ普通ですよね。普通でも大人の女性ではない。普通の女性、私は大人の女性ですから、ちょっとね、知ったかぶりをしなきゃいけない。あれ、知ったかぶり違うな。うん、言ったふりをしなきゃいけない。うん、そうそう、取り繕わないとね。そう、大人の女性はそうですよ、大人の女性を取り繕ってなんぼですよ。うん、そうね、そこからまた神秘性がこうなんか生まれていくんですよ。そう、神秘的な女性っていいじゃないですか。そう、すべてが嘘みたいな。嘘でできている。いい。じゃあ次。